暦2054年7月、地球は謎の異星文明同士の戦闘に巻き込まれました。私たちの技術水準をはるかに超えた兵器による戦闘、その理由も知らされないまま地球は蹂躙され、大地は焦土と化しました。事前に地球圏への戦闘の波及を察知していた統合政府は地球種反移民計画を発動。世界の主要都市からは数多の恒星間移民船が飛び立ちました。45億年の間、私たちを育んでくれた故郷からの脱出ですが、移民船の多くは重力圏離脱の最中に撃ち落とされ、無事脱出できた船はごくわずか。私たちの乗る白鯨はそのうちの一隻でした。地球を後にし、放浪の旅に出て2年、地球圏での戦闘から幸運にも生き残ることができた私たちでしたが、ついに異星文明の追撃部隊に見つかってしまったのです。軍の決死の応戦と一人の英雄の活躍によって追撃部隊は退けられましたが、激しい戦闘で白鯨の指揮官も大破。航行能力を失った白鯨は未知の惑星の重力につかまり、船体を崩壊させながら墜落していきました。2ヶ月が経ちました。